私にはよくわからないのですが、本人が聞いたらおるかもしれませんが、彼女はこの世界と宇宙の神秘を絶った。私が以前山中で拾った手形、それを届けてもらえませんか。いや、彼女に一度話したら、でも UCA が独自の方法で私に研究し、それではお願い。サム、サーザンとシティングと同じ。海外濃度が異常に高い渦が観測されているの。私がいるマウンテンネットに少しずつ近づいている。データ上では測定されているけど、肉眼が見ることができないの。あなたが前に戦場に行ったと言っていたあの時と同じよ。君は今あの時と同じと言ったか。キューキューピは理論値の通り安定してるけど、また嵐が来る想定はなかった。また嵐が来る。嫌な感じがするの。君はママか。そうよ、サム。久しぶりね。そう、私はロックネであり、森林でもある。ロックネとは二人で一つ。物質世界では二つの名前に意味はないのかも。これからもロックネを通じてつながれるわ。依頼が拒否されました。
私も謎だける。ありがとう。
サザブリッジズ、あなたを待っていましたよ。トザブから連絡が来ていました。あなたには分からないかもしれないけれど、あなたが届けてくれたものはディーリス海外の手がかりです。このステンシルがついていた経験は人人と誕生を急いでものです。私はこれの連絡作成としてDEの秘密を解き明かします。それが分かれば精霊の新人宇宙の秘密を分かるでしょう。この山は実は古代のピラミッドなの。私はそう信じている。だからここはビーチに一番近い会社所。この場所にいれば私たちはパワーはもらえる。海外通信もその恩恵を受けていている所所。しゃべりすぎましたね。荷物を拝見します。ありがとう。これはとてもいい状態です。何かあったら言っているよ。これから石鹸の年代を測定します。結果が分かる。いろいろいいものを見つけたら待って持っていって。お疲れ様でした。新しい